8月に米国で行われたリトルリーグ世界選手権で2年ぶり4度目の世界一に輝いた東京北砂ナイン、江東区が11日、永田町の首相官邸を訪れ、安倍晋三首相に優勝を報告した。宮原慶太郎首相、13が代表して挨拶し、背番号21のユニフォームなどをプレゼント。記念撮影の前には、選手たちに続いて安倍首相もジャケットを脱ぎ、力強いスイングを披露した。日高淳二監督、46、よれば、ユニフォームの背番号は、安倍首相の誕生日9月21日と OB で、日本ハムのドラフト1位、清宮幸太郎内野手、18、早見高の背番号にあやかったもの。宮原首相は、憧れの選手、そこを目指せる選手になりたい、と目を輝かせた。